本当です、こんにちは。1992年のミヤータをベースにしてボンネビルカーを作っていました。87年の、ノンターボのロータリー 13B を入れて、今年のスピードウィークに向けて準備を進めてましたけれども、なかなかバタバタで、車がやっと出来上がった状態で、ボンネビルまで行きましたが、残念ながら今年は雨が降って、イベントが中止になってしまいました。最初は延期だってことだったんで粘ったんですけれども、結局中止になって、もう自宅に戻ってきました。これから1年かけて、もう一度一から準備を進めて、来年はぜひ、このクラスの世界記録、320キロプラスアルファを出して、世界記録をブレイクしたいと思ってます。皆さんのサポートをよろしくお願いします。